おい、赤星。めちゃくちゃいいピッチャーやんけ。マジで。ほんまに来年は2桁、先発ローテ。ほんま頼むで。ほんまにいいピッチャーや。コントロールいいし、球も強いし、最高やわ。一回でもバッテリー組んでみたかったわ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、今年中にですね、2023年中にですね、チャンネル登録数1万人、1000人違うよ。1万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日もやっていこうかなというふうに思うんですが、先ほど終わりましたね、ジャイアンツ対ドラゴンズの試合解説をやっていこうかなというふうに思っております。まずはじめになんですけども、今日の動画の流れを説明いたします。まず、このボードの左側ですね、左側でですね、試合の、流れというか、今日の得点シーンを振り返っていきます。こちらに関しては今日の動画の概要欄にですね、ハイライト動画も貼っておきますんで、時間ある方はそちらもご覧ください。そしてこの右側、ボードの右側でですね、ここが大事なんですけども、僕がね、気になったところであったりとか、ここ大事だよ、みたいなところを時系列的にバーっと書いてますんで、ここをね、ぜひ見ていただければ嬉しいなというふうに思っております。はい、ジャイアンツファンの方であったりとか、ドラゴンズファンの方が見ても面白いかなというふうに思いますし、今、アマチュア野球で頑張ってらっしゃる、少年少女たちであったりとか、野球の指導者の方が見ても勉強になるかなというふうに思いますので、ぜひそういう方々は、見てみてください。はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、早速左側やっていこうというふうに思うんですけれども、まずね、まあ、結論から言いましたね。今日は、3対1というところで、ジャイアンツが、ドラゴンズを下しております。ジャイアンツが勝利した、試合になっております。はい、まあ3対1という、ロースコアなんですけども、まあ非常に、ポイントは多かったかなというふうな、感じの、試合であります。はい、じゃあ得点シーンちょっと振り返っていきますとね。1回表に、2アウト、1、2塁から大城さんがね、ライト線ギリギリに、2ベース打ちまして2点を先制します。その後ずっと たこ焼き続きまして、で、8回表で、2アウト2、3塁という場面で、直樹さんのね、セカンドへの、内野安打で1点を追加というところで、3対0になったんですけども、最後ね、この8回裏にね、ノーアウト満塁、3連打食らいまして、ノーアウト満塁というところで、まあ、岡林選手がね、まあ、ピッチャー、赤星投手にちょっと足当たったんかな、当たった感じで、まあ、結局、ショートゴロ、ゲッツーになりまして、そのゲッツー崩れで1点入ったという流れで、3対1というようなゲームになっております。はい。で、まあ、こんだけロースコアなんですけども、非常にね、ポイントが結構今日ありましてね、非常に、面白い試合になっております。じゃあ、ちょっとその詳しいところをね、ちょっと右側で、見ていきたいと思うんですけども、こっから大事やからね、ちなみにやけど。こっから大事やからね、僕、何回も言ってるけど、こっから大事やからね、ぜひね、ちょっと、しっかり見てみてほしいなと。こっからね、念といてよ。OK? いきます。はい、まず1回表なんですけども、2アウト1塁という場面で、岡本和真選手が打席に立つんですよ。で、僕こんなんあんま見たことないんですけど、ピッチャーの小笠原投手ね、6球連続牽制入れるんですよ。なかなかないでしょ。もうメジャーだったらダメやからね、これ。タイムのやつあるから、これ無理なんですけど、6球連続牽制入れる。僕、サイン違いかなと思ったんですよ、一瞬。キャッチャーが牽制のサイン出したりするんですけど、これ6球連続牽制って、いくらなんでもやりすぎやから、ちょっと何やろなと思って、うん。で、それでその影響もあってか、これフォアボール出してしまうっていうところね。少なからずあったんじゃないかな、というふうに思います。で、これ2アウト1、2塁で、大城さんが2ベース打って先制をするという場面なんですけども、これね、結構伏線じゃないですけども、相手のキャッチャーの木下選手ね、木下捕手、多分裏書こうと思ったんですよ、これね。今日の小笠原投手のボールで良かったなと思うの、まあまっすぐも良かったんですけども、ナックルカーブね、カーブがすごい良かったんですよ、初回からね。で、それまで坂本さんが三振したボールもカーブだったし、結構カーブが良かったんですよ、今日綺麗にね。
キレが良かったんですよ。で、ストレート2球で2ストライク追い込んで、で、カーブ行ったんですよ。カーブがボールになったんですよね。で、ワンボール2ストライクってなった時に、ストレートの高め行ったんですよ、一発。高めワン行ったんですよ。で、外したんですよ。で、多分普通バッターだったら、僕がもしバッターだったらですよ。で、今日カーブ切れてるっていうの分かるし、で、ここで1球カーブ投げてるでしょ。だから、最後もう1回カーブが来るんじゃないかなっていうふうに思うと思うんですよ。普通のバッターであればね。で、ここで、多分ね、そういう風に呼んでるやろうっていう風に、木下選手は思ってね。そこでスライダー出したんですよ。今日まだ、大城選手一球も投げてない。スライダーを出して、それがね、こう、うまいこと、こう、バットの、軌道に乗ってね、ギリギリ、ライト線にフェアっていうところでタイムリー打ったんですけども、これはね、別に配球が悪いとか、言ってるわけではなくて、これは裏を書こうとしたんですけども、まあ、書ききれなかったというか、まあ、うまく反応されたというような感じですね。大城さんからすれば、すごいナイスバッティングだったんじゃないかな、というふうに思います。変化球のマークはあったんじゃないかな、というふうに思います。一球高めにバーンって、見せ球を見せたんで、次変化球が来る確率は高かったんじゃないかな、っていう予想を立ててたんじゃないかな、というふうに思います。で、次行きます。3回裏なんですけども、ワンアウト三塁から、岡林選手ね、空振り三振取る場面なんですけども、まあ中日でね、まあ一番こう、いいバッターというか、非常には最多安打争いもしてますし、非常にいいバッターなんですけども、そこでね、岡林選手が三振してしまうというところで、まあ巨人側からしたら非常に良かったんですけども、まあ岡林選手の心境というか、中日ファンの方を、の方を代弁するとですね、ワンワンから、フォーク来たんですよ。で、低めの多分おそらくボール球やったんですよ。なんですけども、これが審判ストライク取るんですよ。これがちょっとね、まず一つ目、大きかったんですよ。岡林選手もちょっと面食らったというか、おい、そこストライクかよっていう感じになったと思うんですよ。で、このワンボールツーストライクから、インサイドのストレートを要求したんですね。この、で、それがね、結構真ん中にシュートにバーって入ってきたんですよ。で、それを、その結構甘いボールだったんですけど、岡林選手がこう、ファール打ってしまうんですよ。で、これで、勝負ありって書いてるんですけど、まあやっぱりこの、打席の中でですね、2球、なんかこう、不幸なことというか、あまり良くないことをバッターがしてしまうと、まあ、ほとんどノーチャンス。まあ、嫌なことってどういうことかっていうと、例えば、今みたいにこの審判にボール球ストライクに言われたりとか、すごく甘い球を打ち損じてしまうみたいなことが、まあ、一回あっても厳しいんですけども、これ二回あるじゃないですか。ボールをストライクって言われて、ど真ん中のストレートをファールしてしまったっていう、この二回ね、打者に有利なことが起きてしまってるんで、さすがの岡林選手でも、さすがにカバーしきれなかったというところで空振り三振という風になってます。はい。で、次行きますね。で、4回目なんですけども、細川、石川、ビシエドっていう3番、4番、5番を三振取ってるんですよ。三者三振取ってるんですけども、これが非常にね、まあ、まっすぐのキレもいいんですけども、カーブという球種がね、非常にアクセントが効いてるというか、相手に意識させてるなっていうところなんですよ。細川選手はこれカーブで、やられてる。三振取ってて、石川選手はこれカーブを待ってるんですよ、多分な。これカーブを待ってるから、ストレートがね、全然合ってなくて、ほとんどのストレートの、球種でやられてて。で、ビシエドは逆にまたこれカーブでやられてるんですよ。だから、もうカーブっていう球種を、意識してせずにやられてる二人と、意識してるんだけど、まっすぐで、それを見破られて、まっすぐで勝負させられて、やられてるバッターっていうところで、非常にこのカーブという球種、ストレートとカーブが非常にいいんでね。で、コントロールもいいので、非常にこの、駆け引きというか、真逆を行かれてるので、みんな三振取られたというところで、赤星、投手であったりとか、大城捕手からすると、非常にナイスリードだったなというふうに思います。で、これ次5回裏なんですけども、先頭木下、選手がね、粘ってね、8球かな、粘ってフォアボール出るんですよ。なんですけども、まあ今日引退、試合の堂上選手がね、ショートゴロというところで、まあ仕方ないっていうことは、言い方はあれなんですけども、まあ、今日唯一というか、まあ初めてのチャンスぐらいだったんですよ。先頭フォアボールなんか初めてなんで、そこで、まあサードライナーと、643というところで、ちょっとね、先頭フォアボールのランナーを、すぐ潰してしまったっていうのがちょっとね、中日には痛かったかなというふうに思います。で、この7回裏もね、非常にこの、先頭石川選手がね、これ、レフト前に出てね、出たんですけども、次のバッターのビシエド選手が、インコースのシュートボール、
さっきはね、まあ、カーブでやられたりするんですけども、この打席はシュートでね、詰まらされて、5-4-3っていうところで、まあ、うまくバッテリーは、配球してるなっていうふうに感じました。はい。で、やはり先頭バッターが出ても、ゲッツーがね、この2つあるとね、さすがになかなか点は入らないよというの、まあ、ジャイアンツも今年何回もやりましたけども、まあ、これも、ドラゴンズでも、言えるかなというふうに思います。で、これ8回もでね、まあ、点取った回なんですけども、ワンアウト一塁から、丸さんがね、打席の時に、ツーボールから、エンドランかけるんですよね。これ非常に良かったなというふうに思います。というのも、やはり相手のピッチャー、松山投手、まっすぐとフォークがね、ほとんどを占めてますから、まあ、ツーボールになったらね、まあ、威力のあるまっすぐが来るだろうというのは、容易に、想像ができるというところで、まあね、2対0で勝ってるという場面で、まあ巨人からするとね、あともう1点、もう2点ぐらいがダメ押しというかね、取りたいというところがありまして、まあね、ストレートが投げてくるやろ、もうほぼ 100% の確率でストレート投げてくるやろというところで、まあ、ここ、重信さんなんでね、ダイソー重信さん出てるんで、まあ、ライアンヒットというかね、まあストレート来たら振りに行けみたいな感じだったと思うんですけども、非常にね、これ、センター前ヒットで1、3塁作れるっていうところは非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。まあこれ、丸さんもね、ストレート 100で来てたら、やっぱりこう、ある程度捉えてくれるんで、それは、この作戦としては良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、これワンアウト1、3塁になるんですけども、まあ、秋広選手が三振してしまうんですけども、ここでね、丸選手がね、この1塁ランナーの丸選手がシール、盗塁をしてたっていうのは非常に大きかったなっていうふうに思います。というのもですね、まあ中日からすると、あと1点取られたらもう、あかんっていうか、もう負けやっていうところで、前進守備を敷いてきたんですよ。2ストライクに追い込まれてからね、前進守備に、変えてきたんですけども、そこで、前進守備するってことは、2塁ベースに入れない、入りにくいというか、入れないっていうことになるんで、そこを隙ついてね、しっかり、2、3塁を作れたっていうのは、ここはね、いい走塁だったと思います。結局、点はね、直樹さんの1点、しか入らなかったんですけども、こういうね、ちょっとした積み重ねっていうのがシーズン140試合以上になるとすごく大きな差になってくるんで、こういうちょっとでも次の塁を盗もうとする、その、意識っていうのは来年以降非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、最後8回目なんですけども、ノーアウト満塁。ちなみにこのノーアウト満塁もね、3連打食らいまして、ノーアウト満塁になるんですよ。こんなことって、あんまりないんですよ。3連打、4連打ってあんま続かないもんなんですよ。なんですけども、ここでね、しっかり一番、ヒットを打ってるね、岡林選手を、まあ、危なかったんですけども、ショートゴロゲッツーで取れたっていうのはね、非常に大きかったと思うし、僕がいつも言ってる、フォアボールを出さないっていうのは、やはりこういうところに繋がってきててね、ヒットっていうのは、3本、4本、連続で続くっていうのはあんまりないことなんですけども、やはり、この間にフォアボールとかエラーみたいなのが、こう、挟まってくると非常にね、そういうのって増えてくるんですけども、やはり、連打だけで、点数ってなかなか入ったりしないので、やっぱりミス、フォアボールというミスであったりとか、エラーっていうミスが間に起きるから余計ね、こう点が入ったりってするんで、やはり純粋にこのね、ストライクゾーンで勝負をしていければ、そこまで点は取られない、まあ取られる時もありますけど、取られないことの方が多いので、やはりそういう、やっぱりよく言いますけども、ファーボール出すぐらいやったらヒット打たれろっていう風な言葉って結構聞くと思うんですけども、それっていうのはあながち間違いじゃないと思うし、連打っていうのは、まあこれを見てもわかる通りね、3本ついたからって4本目続くわけじゃないんでね、そういうところをね、割り切って、ゾーン勝負していくっていう、ストライクゾーンで投げ込んで勝負をしていくっていうのはね、バッテリーでやったりとかピッチャーにとってはすごい大事なんじゃないかなっていうふうな、ことを改めて今日の試合で感じさせていただきました。はい、そんな感じですね。まあ、今日はね、ちょっと話変わるんですけど、ちょっと今日僕のユニフォームを着てみたんですけども、ちょっとね、体が、大きくなったのかわかんないですけど、ちょっとね、胸周りが、ピチピチだなというふうに思いました。それに関してもね、コメントいただければね、これからもこれを来た方がいいのか、来ない方がいいのかとかいう、意見もありましたらね、ぜひよろしくお願いします。僕的にはね、結構強く批判したりするんで、ユニフォームを着てるとね、それが見てる方は中和されるというか、
ちょっとこう、こんな感じで批判してるのに、意外とこいつジャイアンツのことを好きなんちゃうみたいなことを思ってくださるかなと思って、ちょっと昔のユニフォームを引っ張り出して、ちょっと今日着てみたんですけども、もしそちらに関するコメントもいただけたら嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報をね、本当に毎日動画 YouTube にアップロードしてますんでね、ぜひ面白いなと思ってくださった方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、チャンネル登録であったりとか、僕のチャンネルの通知のオンであったりとか、僕これ一番嬉しいんですけども、コメントであったりとか、高評価、この4つをしていただけるとね、非常に嬉しく思いますし、これからも YouTube 頑張ろうというふうに思いますんでね、ぜひ皆様よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日も夜遅いですので、終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。